なきゃということで今日は広島を旅します。外国人がすごいもん。広島では原爆ドームの他にも広島焼きも食べたいし、紅葉まんじゅうも絶対食べたいと思います。広島の旅レッツゴー。ということで今回は広島県に来ています。日本人の4割以上の人が訪れたことがあるという人気の観光スポット、原爆ドームを擁する広島県。見ての通り原爆ドームにアンズも来ています。原爆ドームは1996年12月原子爆弾の悲惨さを今に伝える建造物として世界文化遺産に登録されました。もともとは広島県産業奨励館と呼ばれていた建物です。ここには正直何度も訪れていますが、それでも広島といえばここを欠かすことはできません。しかし広島県は原爆ドームだけでなく魅力的な場所もたくさんあり、全国魅力度ランキングは第10位。ん？微妙なのかと思ったそこのあなた、ぴょんぴょん。中国地方の他の県は全て35位以下なので、中国地方の圧倒的エースなのです。広島東洋カープでいうところの江夏豊さんです。デベップさんなのです。ここで広島県民以外に聞いた広島のイメージランキングベスト10を発表します。第1位広島焼き、焼きそばの入ったあれです。第2位原爆ドーム、これです。第3位広島カープ、広島はスポーツを生で観戦する率も全国1位だそうです。第4位厳島神社、宮島、海に鳥居が浮かんでいるようなあれです。第5位牡蠣、全国の生産量の半分を占めています。すごいよ、大行列、しかも全員外国人。外国人はあそこが通って帰らないといても立ってもいられないんだろうね。すごい並んでる。あのアーチ、炎、原爆ドームっていうのをアーチ越しに撮るためにあの正面に並んでるみたい。資料館の中に入っていきます。日本は世界で唯一核兵器を落とされた被爆国です。昭和20年8月6日午前8時15分、人類史上最初の原子爆弾が投下されました。爆発から 0.8 秒後には衝撃波が伴う秒速 440m の爆風が街を襲い、半径 2km 以内の建物は全壊、広島市内の建物の9割が焼失しました。爆心地から160m という近距離でしたが、奇跡的に残った建物が原爆ドームなのです。原爆ドームの付近には犠牲者を追悼する平和記念公園があり、第二次世界大戦の歴史を展示する広島平和記念資料館もあります。原爆ドームとともに平和の大切さを学べる場所です。資料や映像、実際の展示物などで当時の悲惨な状況を伝えています。戦争や核兵器についてこのチャンネルで取り上げるのは使うのかなと、また私の浅い知識で語れるような出来事ではないと感じました。皆さんも一度は訪れてほしいです。戦争の悲惨さと唯一の核兵器被爆国として歴史を知り伝え続けることが私たちの役割とか使命だと感じました。短くてすみません。オリズルタワーは復興と未来をテーマに、明るい夢や希望を世界に発信することを願う地上13階建ての建物です。でか、柱、天井すべて木材でできていて、まるで神社の中にいるような神聖な感覚に包まれます。天空の神社という雰囲気があります。屋上展望台は周囲がメッシュで覆われたウッドデッキの展望スペースで、風がそのまま通り抜ける設計となっています。原爆ドームを上から見ることができる貴重なスポットでもあります。今の広島の音や匂いをありのまま感じながら、平和記念公園、原爆ドーム、晴れた日には宮島の店まで、広島の2つの世界遺産を同時に眺めることができるスポット。へえ、あれ松田スタジアムかな、あのカープのお城も見えます。テレン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 、ここにほら広島城、あ、ちゃんとあった、広島城、あ、すごい広いところと思ってた、鏡だったんだ。ファッションチェック。ここにはスタッフが常にスタンバイしていて写真を撮ってくれます。ストリートスナップのようなアートな写真にはなりませんが、一人旅には嬉しいサービスです。なんかかわいい、こんなにかわいい、かわいい、
ですね。最近勝ち組とか負け組とか流行ってるけど、スタートを切ってるかどうかが僕は大事だと思うけどね。オーライ。じゃあアンズの気に入ったこの猫ちゃんの折り紙で釣りを折り紙。折り鶴は日本の伝統的な文化である折り紙の一つですが、今日では平和のシンボルと考えられ、多くの国々で平和を願っておられています。実はアンズ、折り紙は大の得意です。これをビルの12階から落として、外から見たらいっぱい鶴が溜まってるところにアンズの鶴も行きます。折り鶴タワーのシンボル、高さ 50m、 127万羽が収容できる折り鶴の壁、専用の折り紙で折った折り鶴を折り鶴の壁に投入することができます。世界中から集まる平和への思い、祈りが積み重なり、折り鶴の壁は完成します。アンズが訪れた時点では90万羽を超えたところでした。広島市平和記念公園には年間1000万羽、約10トンもの折り鶴が届けられています。現在は折り鶴を再生紙にして新しい折り紙にしているそうです。お前がどんだけいい大学に入って、どんだけいい会社に就職しても、お前が一生かかって稼ぐ額は矢沢の2秒オーライ。それがあそこ、原爆ドームあそこでしょ。ガチ近くない？現在アンズは地上12階にいますが、帰り道はエレベーターかお散歩気分で歩けるスパイラルスロープ、もしくは滑り台くるくるクールの3種類の方法があります。アンズは動画の撮れ高のためにもちろんこれを選択、くるくるクール。このスライダーに乗るらしいです。お尻痛いやつだな。それでは、レッツ。あ、お尻が。スカートがめくれてる。やばい。さっきお尻をすりむいたので、スカートをなるべく伸ばしていきます。ソウルフードともいえるお好み焼き。広島県は人口あたりのお好み焼きの店舗数がなんと日本一。最初から生地と具材を混ぜ合わせて焼くのが関西風ですが、広島ではまず生地を薄く伸ばして焼いて、その上に具材を乗せてひっくり返します。それを焼きそばの上に乗せて、さらに黄身を崩して焼いた卵を重ねて完成。広島風はキャベツと焼きそばがメインで、ソースが甘めなのが特徴です。職人技で作り上げた広島揚げ焼きがあっという間にアンズの元に届きました。じゃじゃーん。今回
1957年創業の老舗お好み焼き店レイちゃんにやってきました。いつも行列が絶えない人気店で、年間来客数はなんと20万人以上。フィーナイフィキャムフィカワー。朝起きて夜は寝ます。毎日これを繰り返しています。明日未来広めの部屋です。めっちゃ広い。あ、思いついた。こんな感じです。海が見えるって書いてあったけど、駐車場じゃんね、ほぼ。これで海見えますわ。詐欺だよね。あー、でも、あ、すごい。お部屋の内容チェック。気になるお風呂ですね。おお、すごい。あの、決め手はこれです。改装したと書いてあったお風呂。広い、綺麗なシャンデリー、最高です。テンション上がった。テンション、海がしょぼかったけど素晴らしいぞ。今日はここでのんびり宿泊します。ベッドダイブしてなかった。うわ、みんなも一緒に、せーの。うわ、うん、この後船乗りに行くので、外からの宮島を、夜の宮島を満喫していきたいと思います。この向こう側にフェリー乗り場があるみたいなんで、宮島に上陸したいと思います。いざ乗船です。後悔しない人生なんて口じゃよく言うけど、若い頃はそんなの本当は理解できない。それが50歳ぐらいになってくると、だんだん分かるなと感じるようになる。23歳女が言ってます。宮島参拝遊覧船、フラントップスター厳島神社が船で見えて、この鳥居に急接近できるらしいんで、一番潮のタイミング的に近づける時間をアンズは選んだんで、楽しんでいきます。一人で旅してる。あ、そうです。なんか Vlog 的な、なんか YouTube で動画の旅の動画を上げてて、すごい。なんで今日は広島っていう順番に行ってるんですよね。全国。うん。全国。うん。全国。うん。あの、上の方は行きました。結構東北とか関東とか北陸も行って。もしも YouTube でそんな上げてる。あ、そうですそうです。で、関西も。どこに出てるの？恥ずかしい。上がってるんですよ。え、恥ずかしい。あの、向こうに帰っても、あ、なになにちゃん頑張ってみたいんだけど。アンズって名前だ。アンズちゃん、はい、かわいい。やった、ありがとうありがとうございます。コメント入れちゃった。今ね、1% になっちゃったから全然やばい。写真撮れない。向こうに帰ってからゆっくり見せてもらった。嬉しい。今までの中で一番なんかいいなって、もうまた行きたいなって。難しい。一番いいか、でも岩手県のわんこそばとか面白かったし、あと福島の、福島でワカサギ釣りをしたんですよ。なんかあの氷で、あれとか面白かった。あ、でもそれすごい寒いことだね。めっちゃ寒い時
意外に釣れるんですよ。こう入れて、めっちゃちっちゃい釣り竿みたいなので、うんうん、ピッてやると釣り込んで、そう、それがなんか揚げてもらって食べれる。あ、そうですそうです。食べれる。なんかかけて食べて、わ、美味しそう。めちゃくちゃ美味しかった。あ、そうなんだ。ね、なんかすごい楽しそうだよね。見ますか YouTube とか、YouTube とか見ます？見る見る。見るのはなんかあの好きで、あの見て、で自分でもなんかワンちゃんのを実はなんか自分のワンちゃんのをあげてたりとかってするんだけど、そうなんだ。そうそうそう、そんなしょっちゅうあげるわけじゃなくて、思いついたら、あ、かわいい、登録してくれてる人なんて、家族だって数人の、すごい。でもあげてるのどっちだったんですか？埼玉かな。北海道。北海道、すごい。北海道だ。すっごい。うん、ドキドキしないでいくし、意外と。あ、そう。あ、マンション見せればいい。雪かきしなくて済む。なるほど。私絶対東北とか住めないと思います。みんな雪かきしてて朝から。雪かきしないで。あんな朝からやってられない。泣いた時がね、うん、もう面白がってやってたけど、もう本当に大変。息を入れて。お待たせしました。お願いします。旅行に来てたおばさん3人と仲良くなりました。所要時間は30分。あっという間にオートリーが目の前にドーン。今日の運転手さんは攻めの姿勢がすごく、また大潮ということでこんなにもトリーに近づくことができているらしいです。ラッキー。オートリーの大迫力に圧倒されます。幻想的な夜の厳島神社と大鳥居を間近で眺めることができるこのナイトクルーズ、日没後約30分後から23時までライトアップされ、神秘的で荘厳な風情を醸し出しています。鳥居に近づく方法は干潮時に歩いて近づく方法もありますが、やっぱり満ちた潮の上に立つ姿が絵になりますよね。平清盛の時代と同じ海からのアプローチ体験ができるのはとっても貴重です。右は上り流。ドアの向こうに夢があるならドアが開くまで叩き続けるんだ。オレー。現在の大鳥居は1875年に再建された国の指定重要文化財で、海水やシロアリによって劣化していましたが、約70年ぶりの令和の大改修で約3年半に及ぶ大工事を終えて蘇りました。厳島神社の大鳥居は高さ 16.6m、 幅 24.2m の木造の鳥居としては日本最大。あのパンチパーマで有名な奈良の大仏様と同じぐらいの高さです。人間っていうのは必ず前に進まなきゃいけない時が来るのよ。苦しくても歩かなきゃいけない。私も毎日出かけるとき歩いてます。車はオーライ。安全の予防、いざ出陣。Hey kid、この動画
動画がいいと思ったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。メンバーシップ始めました。詳しくは概要欄をチェックしてみてください。インスタグラム、X、TikTok、ライブーム、各種 SNS もやっているのでフォローお願いします。バイバーイ。青のトーク。